ケイラ・ハリソンはアメリカ合衆国の女子総合格闘家、柔道家、オハイオ州ミッドタウン出身。2012年のロンドンオリンピックで柔道においてアメリカ代表として男女を通じ初の金メダルを獲得すると2016年のリオデジャネイロでも2大会連続となる金メダルを獲得した。母親が柔道をやっていたことから6歳の時に柔道を始め国内 国際大会で多くのメダルを手にした。2010年世界柔道選手権大会では、中国の楊州霊や日本の大型赤里ら強者揃いの 78kg 級で勝ち抜き、決勝では、ブラジルのマイラーギアルを相手に GS までも連れ込むも、優勝を果たし、2012年ロンドンオリンピックの切符を手にした。 世界柔道選手権でのアメリカ代表では1999年のジミー・ペドロ以来11年ぶりの金メダル獲得。女子に限っては1984年のアンマリー・バーンズ以来26年ぶりであった。2012年7月のロンドンオリンピックでは準決勝でアギアルを決勝では地元イギリスのジェマギ・ボンズを破って金メダルを獲得した。 2013年には階級を 70kg 級に下げたが、怪我などもあって、世界選手権には出場しなかった。2014年からは、元の階級である 78kg 級に戻して、グランプリハバナで復帰戦を飾ることになった。世界選手権では準決勝で、ブラジルのアディアルと対戦し敗れて3位にとどまった。2015年のワールドマスターズでは、優勝を飾り、 パンアメリカン競技大会では2連覇を飾った。世界選手権では3回戦で、韓国のユン・ヒョンジと対戦し、GS に入ってから、裏投げの技ありで敗れて、メダルを獲得できず終わった。しかし、グランドスラム、東京では、優勝を飾っている。リオデジャネイロオリンピック女子柔道 78kg 級決勝戦で、フランスのオドレー、チュメオに、 腕座十字型を仕掛けるケイラ・ハリソン2016年にはパンナム選手権で優勝するとワールドマスターズでは2連覇を達成した。リオデジャネイロオリンピックでは決勝でフランスのオドレー、チュメオを腕座十字型で破ったのをはじめオール一本勝ちでオリンピック2連覇を達成した。2016年8月31日、ハリソンは抜群商談によりアメリカ柔道連盟から アメリカ国内最年少記録となる6段を与えられた。正式な引退は表明しないものの、再び柔道に取り組むことは基本的にないと語り、噂されている総合格闘技への参戦も現時点ではないとしていが、その後、総合格闘技への転向を正式に表明。2018年2月、総合格闘技団体の PFL でデビューすることが決定した。 2018年6月21日、PFL6 で総合格闘技デビュー、ライト級でブリトニー・エルキンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2019年5月9日、PFL1 の女子ライト級トーナメントのレギュラーシーズン1回戦で、ラリッサ・パシェコと対戦し、判定勝ちを収め3ポイントを獲得。7月11日、PFL4 で、 モーガンフライヤーにキーロックで 1R 一本勝ちを収め6ポイントを獲得し合計獲得ポイント9ポイントでプレイオフ進出を決めた2019年10月11日 PFL7 の女子ライト級トーナメント準決勝でボビー・ジョー・ディエルと対戦し腕ひしに十字固めで一本勝ちを収め決勝戦へ進出した2019年12月31日 PFL10 の 女子ライト級トーナメント決勝戦で、ラリッサ・パシェコと対戦し、判定勝ちを収め、優勝賞金100万ドルを獲得した。2021年8月19日、PFL8 の女子ライト級トーナメント準決勝で、ジェナ・ファビアンと対戦し、パウンドで1ティコ勝ち、決勝戦へ進出した。模範とすべき柔道家として、コーチのジミー・ペドロと共に、 谷良子の名を挙げている。ハリソンは8歳の時からコーチについていたダニエル・ドイルと13歳の時から3年間にわたって性的関係を有していた。ハリソンが16歳の時、ドイルが別の女性とも関係を持っていたことを知り、周囲に自らとコーチとの関係について告白することにした。これを母親が警察に連絡したことによって裁判となった。結果として、 ドイルは外国の大会にハリソンと同伴した際に不法な性的関係を持ったとの理由で2007年に10年の服役を言い渡された。2011年になって他にこのようなケースに巻き込まれた人々を力づけるためにとこの一件の詳細を公にすることにした。78kg 級での戦績 71kg 級での戦績 78kg 級での戦績。 ありがとうございます。